はい、皆さんこんにちは、ドラゴンボールファイターズのプロデューサーひろきです。大変、長らくお待たせいたしました。先日、ドラゴンボールゲームズバトルアワーでもお話しさせていただきました通り、ついにドラゴンボールファイターズの大会が、開催決定しましたので皆様にお知らせいたします。今回の大会なんですけれども、やはり前回同様オンラインの大会の中心になると想定しているんですけれども、前回の招待選手の皆様方だけでの大会というのではなくてですね、いろいろな方に参加いただいたりですとか、コミュニティの大会をサポートするような形っていう形態を想定しておりますので、前回とまた違った楽しみ方ができると思っております。またですね、以前、メッセージビデオでもお伝えさせていただきました通り、ちょっとネットコードの改善っていうのは難しいんですけれども、少しでも、皆様が楽しんで戦えるような場所の提供をしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様、ご参加いただければと思っております。予選は、だいたい9月頃からの、想定をしております。大会を楽しみに、お待ちいただいている皆様には本当に申し訳ないんですけれども、詳しい、レギュレーションですとか参加方法、日程などは、後日、発表予定となっておりますので、今しばらくお待ちいただければと思っております。また今年の8月の中頃にですね、新しいアップデートの方も予定しております。今回のアップデートの中身なんですけれども、キャラクターのバランス調整だけではなく、より、ダイナミックな、バトルが、攻防ができるような形で、空中でのガードキャンセルチェンジですとか、その他、バトル全体に関わるような調整っていうのも入れていく予定ですので、今しばらくお待ちいただいて楽しみにお待ちいただければと思っております。ドラゴンボールファイターズ、引き続きよろしくお願いいたします。